京一郎死んでるね。それだけ本気だったんだよ。本気なのに手放すあたりがまさに京一郎らしいじゃないか。きっといいことあるよ。元気出せ。ファイトですよ、京一郎さん。さて、俺はそろそろ買い出しに出るかな。私たちも学校行こう、マイコ。うん、みんな人がいい。帰ってきちゃいました。約束まだでしたから。100万ドル届けに来たんです。重くて時間がかかっちゃいました。これで足りるといいのですけど、今の私の笑顔は京一郎さんにとって100万ドルの価値がありますか？よかった。京一郎さん、私はあなたを愛しています。京一郎さんはいかがでしょうか？一度もおっしゃってくれていません。ずっとずっとここから離れません。